日産、ティアナ、ティアナ、ティアナは、日産自動車が製造、発売する高級大型セダン。日本向けモデルの生産に関しては、日産自動車九州、所在地、福岡県京都郡神奈町が担当する。2003年2月3日に登場した、高級大型セダン。日産の、特に、アジアオセアニア圏における、世界戦略者としての使命を与えられているため、 セフィーロ同様世界各国で販売されている。日本のほか中国、ロシア、台湾、インドなどでは、ティアナ、香港、シンガポールなどでは、セフィーロ、初代のみ。二代目以降は、ティアナに変更。また、オーストラリアとニュージーランドでは、J31 と J32 型が、マキシマ、L33 型が、アルティマとシムケチにより異なるネーミングで販売されている。また、 韓国のルノーサムスンでは初代が SM7、SM5 として同社不算工場でライセンス生産された。当初、国内仕様を含めその多くは基本的に日産九州工場で行われていたが、その後徐々に海外生産分が増え、2016年10月現在において台湾、広高日産業車やイラン、パルスホドロでは J3 型が継続生産、販売され、 中華人民共和国、東風儀社有限講師、タイ、タイ日産では、L33 型が生産されている。なお、香港、マカオ分やオセアニア分はタイからの輸入である。また、二代目、J32 型はロシア、日産ロシア製造会社でも製造されていた。初代は、割安な価格や、工述の特徴などもあって、日本のみならず、世界各地で販売された。 ただし、欧州では販売されておらず、米国では同じプラットフォームを使用した、アルティマ、後に L33 型として、ティアナとゴリューやマキシマが販売されている。2003年2月にセフィーロ、ローレルのマーケットを継承するモデルとして登場。キャッチコピーは、車にモダンリビングの考え方。シフトワードは、シフトインテリア。そのキャッチコピーの通り、 モダニズムの思想によるデザインを取り入れたインテリアが特徴でオットマンシートが装備された。日本国内の年間目標販売台数は2万5000台。価格もこのクラスとしては比較的廉価であった。日本国内のみならずアジアオセアニア地域を中心に世界40カ国以上で販売され、年間目標は10万台。 最終的に世界でトータルで40万台近くを売り上げ、そのうちの16万台がメインマーケットの中国市場で販売された。アッパーミドルクラスに属するティアナの設定に際し、在来モデルを俯瞰すると、セフィーロは広くて実用的だったが高級のイメージがなかった。ローレルは高級イメージはあったが室内が勝った以上のことから、両モデルに代わる高級セダンの位置づけで開発したと、 日産の商品企画は語っている。全身であるセフィーロ同様に、日産の FF セダンとしては最上位の位置づけでは、あるが、ヘッドライトやテールライト、フロントグリルを大作りとしながらも、安易な威圧思考を抑えたシンプルなモダンデザインに徹しており、実際のサイズ以上に大きく見え、かつ洗練された印象のスタイルとなった。安全性についても抜かりはなく、 全車にイブド付き ABS、全席、SRS エアバック、サイドエアバッグ、全席アクティブヘッドレスト等を標準装備としたほか、オプションで、カーテンシールドエアバッグ、VDC、3.5リットルは、標準装備、キセノンヘッドランプを用意。また、日産のセダンでは初めて、インテリジェントキーを設定した。V62.3 リットルの VQ23 でエンジン搭載車は、 セフィーロで登場以来評価の高い V 型6気筒、V9 エンジンを採用しながらも、直列4気筒エンジン搭載が、一般的な市場でのライバル車と同等の価格設定とされたことが、強みであった。なおかつ、この2.3リットルエンジンについては、量販モデルとしての位置づけから、レギュラーガソリン仕様となっていたことも特徴出る。一方、上級志向のオーナー向けに強大なトルクと、 パワーが特徴で、Z33 フェアレディ Z にも搭載された3.5リットル VQ35D エンジンを、セダン用にチューニング設定した、モデル、形式、PJ31 がいされた。なお、ティアナ用 VQ35D エンジンは、最大トルクこそ 34.0kgm と、フェアレディ Z のそれより 3.0kgm 小さいが、 発生回転数は 2000rpm 低い 2800rpm である。この他積雪地等の需要に配慮した4輪駆動モデル形式 TNJ31 も用意されたが、4輪駆動モデルはスペースとパワートレーンの制約、そして価格の面で V6 ではなく2.5リットル4気筒の QR25 でを採用することになった。 また、日本国外市場では2リットル4気筒の廉価モデルも設定された。トランスミッションは6速、マニュアルモード付き CVT、エクストロニック CVTM6、3.5リットルエンジン、または、電子制御4速オートマチック e a t x 2 3 2.5リットルエンジンを採用。セフィーロに存在した MT の設定はなかった。ただし、 韓国でのみ販売されたライセンス生産のルノーサムスに SM5 タクシーには 5MT の設定があった。この車のコンセプトとなったモダンリビングコンセプトは後に発売されるティーダや2代目ブルーバードシルフィに継承された。特にブルーバードシルフィは文字通りコンパクトティアナとでも称すべきデザインモチーフが全体に用いられている。 警察の機動操作用覆面パトカーや一部県警の高速パトカー警護車としても導入されている。また前述のように廉価でありながら広く高級感のある室内やレギュラーガソリンで走行できる V6 エンジンなどが人気となり、FF 車でしかもビジネスユース向けの車両ではないにもかかわらず、個人タクシーやハイヤーにも数多く採用されている。プラットフォームを アルティマやマキシュマなどと共通の D プラットフォームに変更し、足回りについては、リバウンドスプリング内蔵ショックアブソーバーを取り付けた、新開発のフロントストラスサスペンションとリアマルチリンクサスペンションにより、先代よりも衝撃吸収性や静粛性を高め、優れた乗り味を実現した。また、D プラットフォームの採用によりエンジン搭載位置を 30mm 下ることで、 トルクステアを完全に解消した。特に旧モデルと比較した場合、フロント横曲げ剛性が85%、文字利剛性が40%向上し、セダンとしては世界的に見てもトップレベルの剛性を実現した。さらに、静粛性については、ボディの機密性を向上することにより、先代モデルから室内ソーンの2デシベル以上の低減を実現した。さらに、 ドアミラー周辺の風切り音の小ささについては、クラストップとし、トランスミッションは、全車新開発のアダプティブコントロール付きのエクストロニック CVT に進化し、先代では VQ23 デ型エンジンが搭載されていたが、新型では排気量アップされた VQ25 デ型、185PS23.7kgM が搭載されている。 エンジン形式は A32 型セフィーロに搭載されていたものと同じで、あるが基本設計以外は新設計となっている。新型の VQ25 でエンジンは先代の VQ23 でエンジンと同様に使用燃料をレギュラーガソリンとすることで経済性にも配慮されている。4速 AT が採用されていた先代 J31 型 2300cc と比較して、 新型となった J32 型 2500cc ではエクストロニック CVT を採用しており動力性能の向上と実用燃費の向上が図られている初代では DVD 方式が採用されていたナビゲーションシステムは新型では HDD 方式が採用されており加えてメーカーオプションでオーズサラウンドサウンドシステムも設定されたまた先代では メーカーオプションも含めサンルーフが用意されなかったが、今回は大型のスタイリッシュガラスサンルーフが用意された。機構としては前、後席それぞれの天井部分に中央に向かって電動で開閉できるシェー度付きの空間があり、その上部に前後に分割された大型ガラスルーフが搭載されているというものである。ガラスルーフのフロント部分は電動アウタースライド式のため、 室内のヘッドクリアランスを損なわずに済むという利点がある。グレード表記に関してはフルモデルチェンジを機に JK、JM から G、XL、XV へと変わっている。先代で好評だったオーテックジャパン特装車のアクシスはこのモデルでも意される。プレジデントフーがエクストレールに採用されているスクラッチシールドが全ボディカラーに採用され、 インテリア色もボディカラーにかかわらず、ブラックとシルキーエクリュ、ベージュから選択可能である。香港仕様では、セフィー色として販売されていたが、このモデルからは、同じティアナとなった。なお、2代目のルノーサムスン SM7L47 型は、当モデルをベースに開発されている。日本国内仕様は2012年末で3.5リットルモデルが、消滅。 その後は2.5リットルモデルのみが販売されていた。エクステリアは仙台である J31 型の良さを残しつつも平面的であった仙台型から2007年の第40回東京モーターショーに出品されたインティマをモチーフに曲線を多用したものとなった。また仙台は最近の高級車としては異例とも言えるイヤ感の薄いフロントマスクが特徴であったが この台でやや押し出し感を強くしているのは中国市場などから高級車に見えないという声あったためという。ただし日産が中国で行った調査では派手さよりもバランスの取れた雰囲気が好まれることが判明しそれに即した設計を行った。またテールライトには新たに LED 式のものが採用されたが一目でティアナとわかるようにこの字型の LED 配列となった。 インテリアについても先代のモダンリビングのコンセプトを踏襲しながらもエクステリアと同様により局面的なデザインへと変更された。先代で好評だった助手席パワーオットマンも継続採用されている。また先代ではシートのデザインにより座り心地を犠牲にしていた面があったが今回のモデルチェンジにより改善された。ホイールベースは 先代モデルと同一であるため室内空間はあまり変化していないがフロントシート下の足入れ性の向上が行われたため居住性は向上している。また助手席についてはオットマンの仕様を前提として設計されたために広くさらに前席が大型化されたためこちらも居住性を向上した。しかしながら後席のヒップポイントを前席よりも2 0ト、mm、ル高くすることで 後部座席の居住性を犠牲にすることを防いだ。このモデルから、車内電源は装備されなくなった。また、前後席水平距離、タンデムディスタンスはクラス最高とし、ヘッドルームについては、フロント 40mm、リア 10mm の向上が図られた。3代目は、初代が掲げた、モダンリビング、2代目が打ち出した、おもてなしという2つのコンセプトに一層の磨きをかけ、 さらに思いのまま走ることのできる楽しさ、走る快適性を加えた。アルティマとは、姉妹車で細部のデザインが異なるもののボディを共有化することで、コスト削減を図ると同時に、形式も、アルティマと同じ L33 型に編入されている。新設計のリアマルチリンクサスペンションには、世界初のコネクトブッシュを新採用し、高い操縦安定性を実現している。 トランスミッションは全車にエクストロニック CVT を採用。エンジンは直列4気筒2.5リットルの QR25 でのみを設定。従来型で設定されていた V 型6気筒 VQ エンジンや4輪駆動車は設定されない。エンジンや CVT の改良によって加速性能と燃費性能を両立するとともにオルタネーター回生制御や 電動油圧パワーステアリングの採用などによって燃費を向上し、日本向けに関しては全車で平成27年度燃費基準を達成している。日本向けのグレード体系は先代の2.5リットル車のグレード体系を踏襲して上から XV、XL、G となり、ナビオーディオシステムは全車オーディオレスが標準となる。また安全装備を強化し、 もっと、移動物検知機能付けアラウンドビューモニター、LDW、車線逸脱警報、BSW、5速放車両検知警報を採用し、ニーソンコネクトナビゲーションシステム、クルーズコントロール、ロックスピーカー、G のミトのセットオプションとして全車に設定した。その他のメーカーオプションは、g を除きサンルーフ、当社はガラスルーフと称されるが、プッションで設定されている。 2016年4月のグレード体系変更により、XL にセットオプションを標準装備した、XL ナビ AVM パッケージを追加。XV は、セットオプションを標準装備化して、XV ナビ AVM パッケージに改名した。中国仕様については、2013年11月より、仙台同様に内外装のクオリティを引き上げた、上級仕様、天候尺。 ティアナ・セドリックが設定される。エンジンは、先代で設定されていた VQ35 でと VQ25 でが廃止され、代わって4気筒2.5リットルの QR25 でのみの設定となった。今回はノーマル、全長 4868mm 比で、ホイールベースが 125mm、前後バンパーが計 10mm 延長され、 全長が 5003mm となっている。ホイールベース延長分はそのまま鉱石空間に当てられる。初代から継承されてきた6ライトウィンドウは健在。姉妹社のアルティマとの相違点はメッキ加色が施された専用フロントグリル、専用コンビネーションライトなど。ボディカラーには流れ落ちる滝のような力強さと神秘的な色をイメージした新色の ウォーターホールブルーを含む6色を設定し、仙台同様、全色にスクラッチシールドが採用されている。インテリアは、初代からのおもてなしコンセプトを継承し、長時間走行時の疲労を最小化するスパイナルサポートシートを採用。日産は、インストルメントパネルからドアトリムへと伸びるユニークなラインを採用し、インテリアのスポーティなレイアウトと室内空間の最大化を、 両立としている。後席トランクスルーは、北米アルティマ同様にして、日本向けセダンとしては、A33 セフィーロ以来の6、4分割可等式が採用されているが、中国使用のみが防犯性の都合から、センターアームレストする意みとなる。ティアナは、ネイティブアメリカンの言葉で、夜明けを意味する。また、中国使用者の漢字表記である、天雷は、 大自然の息吹、天からの声を表す。中国市場先輩のロングホイールベース版につくサブネームセドリックは同社が販売していた同名の高級車にちなむ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。